つをガーリックライスに入れようかなと思っているとベーコンも入れる。俺のクソデカ椎茸作ってんな。いや、うちに届いた椎茸があったんだよ。飲んでいいかな。めちゃくちゃでかい椎茸届いたの。だから、トノいるっつって、食べたいって言うから、お裾分けしたんよね、ちょっと。3等分ぐらいでいっか。いや、それ半分、そう、うわ、そっちに切るんだ。縦に切んのよ、縦に。でけえな。縦に切んのよ、縦に。ごぼうみたいになってるやん。縦に行くの？こういうこと？もうそうなったら縦にはいかんやろ。それはもう最初の時点で縦にいかんと思う。こういうことか。なんかチーズみたくなるやん。っていうか調理法の紙まで入れてあげたのにな、一緒に。で、音いいね。包丁の音いいね。ひょうちゃんからもらったこの食材、これは無駄にしねえぜ。無駄にしたら怒るよ。みんなエーペックスやってるところ、俺だけが料理してる。みんなって、スタルとシャカとギアだけだろ。みんなの範囲狭いな。なんかガスコンロになってね。CC でバカほどみんな見に行ってるから、人集まんねえな。さすがに。いいじゃねえかよ、見てくれてる人がいるんだから人集まんねえとか言うんじゃねえよ。今見てくれてる人大事にせえ。うわ、うまそう。もううまそう。これ今朝切ったやつね。おい、喜んだ顔しとるな、ジジイ。これあるじゃん。ニコニコしやがって。今週の月曜日、俺と一緒にジム行った帰りに中華鍋欲しいとか言ってたのに、もう中華鍋買ったんかな。もうちょっとお前、他の調理器具用意せえよ。なんでスプーンな。あったやろ、なんかもっと。これは多分油にニンニクの香りをつけてるんじゃない？俺も料理わかんねえけど。俺料理しねえからよ。しいたけちゃうやろ、それお前。ごぼう、もうごぼうやろ、それ。いや、多くなるように細かく切ったから多いんだよ、それは。多くなるように細かく切った自分がいるからやろ、それ。多いのは。人からもらった食料に文句つけやがって。自分で多くしたやろ。何のために今手で持ったんや、したら。置くんだったら。何のために手で持ったんや。いや、油に匂いつけたのに足したら意味ないやん。何も意味ないやん。何の作業やった今。お。いや、うまっそ！焼け！うまっそ。いや、ちょっとちょっと待て！なんでスプーンや！なんでそんなコンロまでこだわってスプーンなんや！いや、木のヘラ欲しい。木べら買ってやれ、誰か視聴者で！木べら！こんなコンロまで買って、中華鍋まで買って、木べら買え！木べら！めちゃくちゃうまそう。いや、うまそう。油吸っちゃうな。めちゃくちゃうまそうじゃん、もうこれだけで。油でベーコンと椎茸のもう茎みたいなの焼いただけでもう超うまそうや。ちょっと足すの。いや、ちょっと、ちょっと待って。これもうだからさ、さっきやったニンニクのやつもうなくなってない？これもうね、オリーブオイルこんなに足して、あのなんか一生懸命なんか切ったからって言って匂いつけてたらどこ行ったん？これもう。いやいや、ちょっと、いやいや、ヘラあるやん！ヘラ！ヘラあるやん！ヘラ！ヘラ使ってくれよ！全然ヘラあるやん！あとやだな、この、さっきからスプーンの時から思ってたけど、この、擦れる音歯がゆいな！あー！歯がゆいな。キベラにしてくれよ、マジで。でもジジイ嬉しそうな顔してるな。ああ、嬉しそうな顔してるわ。お、こびりついとるぞ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 。そこばっか気にしてたら反対側どうなんだ。
そこばっか気にしてたら反対側どうなんだ、おいどうなんだ、反対側、反対側どうなんだ、どうだどうだどうだ、反対側、反対側はこぶりついとらんか、おーついとらんの、ついとらんの。いやもう歯がゆいな。料理配信において音も大事なのに、その音がなんかちょっとこう歯がゆいのはもう嫌だな。全然混ざってるようには見えないけどね俺は。あーやめてそれやめて。俺も食器洗ってる時にさ、キュッて音鳴っただけで力抜けて俺もうそのまま床に崩れ落ちるの。なんだそれなんだそれ、おっしゃれな、おっしゃれなやつ出たな今。キベラ買え、キベラ、こんなもん買う前に。汚かったのかな予想以上に。なんで食器棚から出した皿が汚いんだよ、ちゃんと洗え。なんで棚から出した食器が汚いんだよ、結構ガチめに洗ってるじゃん、しかも片栗粉がめっちゃついてる。いやちゃんと洗え。で、椎茸に、いや危ない、そこ大丈夫、落ちる、落ちない、そこね、そこ落ちないとのねえ、落ちない、これが中火なのかな、中火なの。椎茸出来合った後にね、奥にあるガーリックライス冷えたんで一回捨てますって言ったらめっちゃ面白いのよな。落とし蓋風に、いやでけー椎茸、いやうまそう、いやきゅー、5分測って誰ちゃん椎茸食べたい、うん、椎茸あるでしょって、殿の椎茸料理の動画、ただサイズが違うから本当に5分でいいのか、うちも椎茸食べたい、作って、すぐこのサイズで、あ、大丈夫なのかな、すぐ作って、今日じゃあ椎茸食べたい、食べに来れば、はい、急げば間に合う、生音がええな、ジュー言うてる音ええな、おいジューっていう音ええな、うわうまそう、うまそう、うまそう、うわうまそう、おいおい汁こぼすなよ、おいお前そんな圧力かけたら汁こぼれちまうだろ、いっちゃうまい汁やぞそれ、塩とバター醤油とそのまんまで食いたいね。いやもうこれ醤油をちょい垂らしですよ、俺の何一つとして当たらんかったな今、醤油ちょい垂らしでいただく、何一つとして俺のやつはまんなかった。おいいね、いいよ、そう汁こぼすなよ、ドラ汁こぼすな、うまい、うわうまそう、食べたい、よだれ出てきた、食べたすぎてよだれ出てきたわ。トノのとこの箸クソ使いづれんだよな、ゴミみたいな箸しかねえんだよな、トノのとこで置いたやろ、箸使うぐらいだったら割り箸使った方が使いやすいんよな。ピントを椎茸に合わせ、ほらこの箸クソ使いづらいからもう困ってるやん、うめえよな、とのこのキノコな。びしょびしょです。いや、言うほど濡れてねえし。
言うほど全然濡れてねえし、何やびしょびしょですって。着替え早、もう一枚下に履いてたレベルだろこの速さ。44歳の貴重な床拭き、どうですか、一人暮らし独身44歳の床を拭くという行為です。皆さんこちらが非常に哀愁が漂ってますね。美少村大好きになってた。さあここで一言冗談も交えながらね、まだ湿ってるけどまあいいやと、使うのは自分しかいない。さあガブリと、うん、出るのか、うまい以外の感想が、マジでうめえんだけど出ました、うまいにうまい。焼けたとこに店、おっと汁はどうしよう、こぼれたじゃんほらと、どう考えても分かっていたこと。だが本人コメントを見てるから、かぶりついてる時にこぼれてる汁のことに対しては一切気にしない。さあ最後の一口のかぶりと、出るか、もぐ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 、うんうんうん、自分をなうます、と出ました、うます。やっぱそれ以上の言葉がない。ただただ。うん。こっちでは出るか、もしかして。何か別の言葉が。お。この。お。この。食感いいわ。出ました。食感がいい。ガーリック。ガーリックスライスの。うん。うん。右で噛む癖があるみたいですね。この44歳。しっかりとかもしめて。さあ、ラストの椎茸。普通のちっちゃい椎茸が100点だとしたら、こいつ2万点ぐらい。2万点出ました、2万点椎茸ガーブーリ。出るか、2万点椎茸の、うまい以外の、何か感想は出るのか、うま。うんま出ました。もう椎茸にはうま、おっと、汁が気づいたか、こぼれたことに。そのクソ使いづらい箸を使いながら、捨てた方がいいよ、あの箸、クソ使いづらいから。思ってるやろ、殿も。この箸、クソ使いづらいなって。もはや肉だね。お、出ました、もはや肉だね。ジューシーさを伝えようとしたのでしょうか。少し遠回りな気もしますが、コメントにより助けられております、44歳。まあ、今回のベストコメント賞は、そうですね。普通の椎茸が100点。お、なんだ？俺の食生活と、うん、ゲーム配信と、うん、一生、うん、見られてる感じだ。何言ってんだ、自分で配信しといて。バカじゃねえのか？そりゃそうやろ、自分で配信してんだから。このじじい、本年44で朝立ち報告してた。俺のセックス事情クラスに、まず聞きたくねえ情報だな。洗い物をする。お、なんだ、できた、いやくー、モチベーションを高めてる。何、おつゆこぼさないで食べる。はーい、過言ではない、それに関して汁がめっちゃ溜まってるじゃん。で、すするじゃん。噛むでしょ？噛んでも汁出てくの意味わかんない。干し椎茸って、乾燥椎茸ってさ、初めの一歩でさ、高村が減量の時に口の中に含ましてペッて捨ててたじゃん。もう、それぐらいね、もう、干し椎茸、戻された椎茸なの君はっていうぐらい、もう、高村の体液を吸った椎茸かいっていうぐらい、もう信じられないぐらい、もう、じゅわじゅわ、じゅーわじゅわ。
まあ言うならば、肉汁たっぷりのハンバーグ、バンって割って、あえてハンバーグがこう、滝のようにさ、肉汁が流れてるじゃない。それを全部口の中で、もう、一口で食うことによって閉じ込めるわけよ。もう爆発。口の中で。ヘビー級チャンピオン。お前がナンバーワン。変な引っかかりがなくなるまでやる。でんぷんこそげ落としおじさん。ひえ。え、うまっ。ひひ。水を含んだスポンジで絞った時ぐらい汁が出る。マジで。で、椎茸の旨味と、醤油と、塩と、バター。はぁ、あ。また。